実は腸内細菌の影響で太りやすいとか太りにくいとか、そういう体質になるということもあるんです。こんにちは、柏原幸男です。いつもコメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは簡単で健康美容効果の高いお米生活の提案を通して、元気で綺麗な人を増やしたい、毎日の食事をもっと幸せに美味しくしてほしい、そんな思いでお伝えしております。チャンネル登録よろしくお願いします。お米生活の具体的な実践方法、考え方については無料メール講座または公式 LINE からお届けしています。概要欄のリンクからお友達になってください。前回の動画ではお米生活で体質改善をするときのポイント、大事なところ3つお伝えしたんですね。まだ見てない方はぜひご覧いただきたいんですけれども、今回はその続きとして残り3つのポイントをお伝えします。前回の動画と合わせて見ていただくと理解が深まると思いますので、前回の動画概要欄にリンクを貼っておきます。前回の動画で 1,2,3 のポイントをお伝えしましたので、今日は 4,5,6 のポイントをお伝えします。4つ目は体を効果的に機能させるための仕組みとして腸内環境について、5つ目は食べたものとの関係がとても深い胃腸についてです。6つ目として体を変えていくための食べ方の3つのステップをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。体を効果的に変えていく仕組み、4つ目は腸内環境についてです。前回の動画で私たちの体は環境に合わせていろんな変化をしているってお伝えしたんですけども、腸内環境もまさに環境に合わせた変化をするものすごくわかりやすい場所なんですね。私たちの腸の中にはたくさんの腸内細菌が住んでいますね。いろんな種類の腸内細菌がいるわけですけども、その環境に合った菌が元気に活性化するっていう状況なんです。毎日私たちが食事として取り入れて食べ物がお腹の中を通過していきますよね。この食べ物によってお腹の中の環境は激変するわけです。ですから食生活によって腸内細菌の状況って大きく変わってきます。どのような菌がどのぐらいどんな活性をしているかによって私たちの体質ってものすごく影響を受けてるんですね。最近メディアなんかでよくデブ菌痩せ菌なんていう表現見たりするんですけれども、太りやすい体質の人って体にとって良くない働きをする腸内細菌が多かったり、そういった菌が活性化してるんですね。自分自身の体質っていうよりも、実は腸内細菌の影響で太りやすいとか太りにくいとか、そういう体質になるということもあるんです。お米生活をしますと腸内細菌のバランス、活性がかなり変わってきて、いろんな意味で体質が変わってくるという方多いんですよね。お米をしっかり食べていると、お米をちゃんと利用していい働きをしてくれる腸内細菌が元気になり増えてくる、こういう状態になるとお米を食べた時にいい変化をするようになってきます。太りやすさだけではなく、例えば血糖値のコントロール、糖尿病になるかどうかというようなことも腸内細菌が大きく関わっています。免疫系なんかにも大きな影響を与えてますので、風邪をひきやすいとかコロナになるかどうかとか、アレルギーなんかにも大きく関わってるんですよね。この腸内細菌についてはまだまだ解明されてないことがたくさんあって、近年すごい勢いでこのあたりの研究が進んでいるんです。今まで原因がわからないとされていた病気も、実は腸内細菌が原因だった、影響してるんじゃないかということも分かってきて、いろんな発見が増えている。まだまだ研究がこれから進んで新しいことが続々と出てくる分野だと思うんですね。でも一つ言えることは、腸内環境をいい状態に保っていれば痩せやすくなるし、いろんな病気のリスクも減ってくる。原因不明の症状っていうのも改善する事例とっても多いっていうのは、腸内細菌の影響がすごく大きいんじゃないかなというふうに思っています。お米生活の実践で腸内環境が改善していろんな変化される方いらっしゃるんですけれども、変化が出にくい方っていうのもいらっしゃって、そういう方は集中して一気に変えていくっていうのがすごく大事になるんですね。短期集中で腸内環境を一気に変えると驚くほどの変化をするということが分かっていまして、若玄米リセットプログラム、通称食べる断食というサポートプログラムを提供しています。腸内環境の改善効果を検証するために先月ちょうど50名で実践したんですね。その結果を近々まとめて発表する予定ですので、しばらくお待ちください。
腸内環境が良くなるとお腹の中で腸内細菌たちが栄養素もたくさん作り出してくれるんですね。それによる健康効果もすごく大きいと思っていまして、外から取り入れる栄養素だけではなく自分の中から生み出す栄養素の力、ここも引き上げてくれるのがお米生活のすごいところだなと思っています。体を効果的に変える仕組み5つ目は胃腸力です。先ほどの腸内環境のお話ともつながってくる部分がたくさんあるんですけども、胃腸の機能そのもののことを胃腸力って表現してるんですね。胃の機能というのは食べ物を消化すること、腸は吸収することっていうのが大きな役割分担になりますよね。せっかくいいお食事をしているのにいまいち健康効果が感じられないとかいい変化が出てないというケースにおいては、かなりの確率で消化と吸収がうまくいってないということなんです。消化と吸収を考えるときには消化液がしっかり出てるのか、消化液もいろんな消化液がね、いろんなとこから出ています。そして胃や腸というのはぐいぐい伸びたり縮んだりする蠕動運動というのをしながら食べ物と消化液を混ぜて、そして先に先にと送り出すという、そんな働きをしています。この蠕動運動の力っていうのがすごく大きいんですよね。胃腸はほとんど筋肉でできていて、この蠕動運動はもう筋トレをしているような状態ですよね。この胃腸の筋トレがしっかりできるかどうかっていうことが胃腸力というところになるんですけれども、胃腸の筋肉というのは自分の意思では動かせない筋肉なんですね。体の外側の筋肉っていうのは自分で動かそうと思って動かせるじゃないですか。でも胃腸の筋肉っていうのは固形物が入ってきた時に勝手に動く筋肉なんですね。この胃腸の動きっていうのは神経がコントロールしていて、特に自律神経なんかの影響がとても大きいんです。前回の動画の最初のところでお話ししたんですけども、感情の影響もすごく受けている、自律神経によっても影響を受けているのが胃腸機能だよってお伝えしたんですね。ですからどんな環境でどんな感情で食べるかっていうのはすごく大きな要素。胃腸の筋力が衰えているとたくさん食べられなかったり、食べると太りやすいっていうことが起こりやすいんですけれども、胃腸力が上がって胃腸の筋肉がしっかり動くようになってくると食べても太りにくい、もたれなんかも起こりにくいっていう風に変わっていきます。食事をするっていうのは胃腸を鍛えるタイミングでもあるというふうに捉えると、食事量が少ないとか食事回数が少ないっていうのは胃腸を鍛える機会が少ないわけですね。例えば3日間断食して固形物あまり食べないというふうにしますと、一気に胃腸力衰えて、胃腸の筋力が衰えて食べる力も衰えてしまいます。消化力も衰えて必要な栄養の吸収がうまくいかなくなったりすることも起こってきます。胃腸は自分の意思で動かせないってお伝えしたんですけども、一つ自分の意思で動かせるところっていうのが口なんですね。咀嚼をしっかりすることによって胃腸全体の動きが変わって胃腸力が上がりやすくなります。6つ目は体を変えていく3つのステップについてです。まず一つ目は食べ方を変えてほしいんですね。食べ方を変えるのってお金かからないし、いつでもどこでもできるので、自分がちょっと意識するだけでできます。食べ方って言ってもいろんな観点があるんですけど、まず気持ちですね。楽しく前向きに食べるということ、リラックスして楽しい気持ちで食べると自律神経もいい働きになりますし、胃腸機能が活性化して食べ物の力がよりいい働きをしてくれるっていう風になります。そしてそれを丁寧によく噛んで味わって食べるっていう、ここなんですね。五感を働かせて食べることを意識してみてほしいんです。頭で考えながら食べるのではなく、感じて食べる食事を意識してみてください。目で見て楽しむ、音を聞いて楽しむ、香りを楽しんだり食感を楽しんだり、そして味も口に入れた瞬間の味、そして咀嚼をして噛んでいるとだんだん味が変化してくる、そんなものを感じながら食べていただくと体の反応も変わってきますよ。食べ物に対していいか悪いかとか、太るか太らないかとか、そういうふうに頭で考えるのではなく、感じることを意識する、
そしていただきますっていう感謝の気持ち、食べ物があるだけで幸せだしありがたいなっていう、そんな思いで食べてみると違ってくる気がします。ステップの2つ目は食べる量についてです。この食べる量についてはご質問もとっても多いところなんですよね。一つの目安として1日2合っていうのをお伝えしてるんですが、2合食べれば結果が出るということではなく、食べる力をちゃんとつけていって最終的に2合ぐらい食べられるところを目指してほしいなという、そんなイメージなんですね。特に今まで食べる量を減らしてきたとか、何か制限するお食事をしてきた、そんな方は食べる力そのものが落ちている、食べる機能がうまく働かなくなっているケースが多いんですね。代謝機能が落ちてしまっていたりということもあります。そういう方がいきなり増やすと体が処理しきれなくって体調が悪くなったり太ってしまったりということが起こってきます。いきなり増やすのではなく、体の声を聞きながら少しずつ増やして食べていってほしいんですね。私はどのぐらい食べたらいいんですかっていう、そんな質問をよくいただくんですけども、今まで自分が食べてきていた量、これを一つの基準にして、そこからじわじわ増やしていく、このぐらい増やしても体大丈夫だなっていうのを確認しながら、まだ食べれそうだな、体が変化してきたなって思ったら増やしていく。先ほど胃腸は筋肉だよってお伝えしたんですけど、筋トレに置き換えて考えてみていただくと分かりやすいかなと思うんですが、筋力が衰えてる人がいきなり10キロのダンベルとかでトレーニングしないじゃないですか。最初は軽いダンベルから始めて1キロとか2キロとか、そういう軽いのをやって慣れてきて筋肉がついてきたら、だんだん増やしていって、気づいたら10キロが持てるようになったみたいに、段階的に体って変わっていくものですね。体の機能が追いついていないのに無理にたくさん食べると調子悪くなったりしますので、気をつけてください。体は環境に合わせてどんどん変化していきますので、今の自分の状態だけで考えるのではなく、環境に慣らしながら自分の体を変えていくっていう、そんなイメージでやっていただくのがいいかなと思います。ステップの3つ目としては食べるタイミングです。私たちの体は1日の中で周期的変化をしているんですね。例えば体温なんですけど、1日中一定の体温なわけではなく、朝の低いところからぐっと上がって午後下がっていく。体温だけではなく自律神経なんかも1日の中で周期変化をしています。睡眠なんかもそうですね。いろんなものが周期変化をしている、つまりすごく複雑なんですよ。どこかが予定外の動きをすると他も影響を受けて崩れていく、こういうのを繰り返していると病気になりやすくなるわけです。体の中の周期変化っていうのはある程度自動的にコントロールされている部分なので、自分で変えるって難しいんですけれども、これらの反応っていうのがどうして起こるかっていうと、環境なんですね。その環境として食事のタイミング、そして睡眠、こういったところのタイミングっていうのがすごく影響が大きいんです。ある程度リズムがある生活をする、これが自律神経を整え代謝機能を高める、臓器がしっかり動く環境を作る上でとっても大事なことなんです。朝、昼、夜のお食事、そして睡眠時間もですね、リズムのあるパターンを作っていくと整いやすい、体がいい方向に変わりやすくなります。ということで、まずは何を食べるかということよりも、この体を変えていく食事の考え方、今お伝えした3つのポイント意識してみていただくと、いい変化が期待できるかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また見てください。